時を渡る復讐者、リベンジカウントダウン、夏木すばる。ごく普通の高校生がある日コンビニに出かけた帰り道、突如として異世界に召喚されてしまった話。しかし誰がすばるを異世界に呼んだのかは明かされておらず、その目的も判明していません。ということで今回は理不尽な死を遂げてしまうことが多い主人公、夏木すばるを深掘り紹介していきます。なお原作小説28巻、ウェブ版最新話までのネタバレを含みますので、ネタバレ NG な人はここでブラウザバックをお願いします。それでは行きましょう。まずは作中におけるスバルについてざっくりと紹介していきます。作中ではカタカナで夏木スバルと表現されていますが、漢字で書くと夏木スバルとなります。世界に召喚された時の年齢は17歳で、最新話時点では18歳になっており、もともとは引きこもり、もとい不登校だった学生でした。小学校中学校までは普段通り登校していましたが、高校生になったある日、ちょっとしたきっかけから休み癖がついてしまい、不登校になってしまいます。そしてコンビニに出かけた帰り道、突如として異世界へと召喚されてしまうという事態に。異世界生活、名前だけ聞くと心躍る展開が待っていると思ってしまいますが、スバルに待っていたのはそんなほのぼのとした展開ではありませんでした。一目惚れした少女が目の前で殺されてしまい、挙句の果てに自分までもが命を落とすという始末。しかし死んだと思ったら、なぜか自分は生きているという状況になっているんです。これがスバルの能力。命を落とすとセーブポイントからリスタートし、2周目の人生が始まります。実は当初本人は気づいていませんでしたが、異世界に召喚された特典として実は能力を授かっていたんです。その能力というのが死に戻り。あらかじめセーブポイントが設定され、1周目の世界で命を落とすと、そのセーブポイントから2周目の人生がスタートします。一見有能な能力とも取れますが、逆を言えば死んでも死んでも現実に戻されてしまうということ。いいように考えると、誰かが命を落としてもセーブポイントが更新されない限り、何度でもリトライすることができるため、誰も死なないルートへと導くことが可能です。一方で悪い面を挙げると、死ぬたびに世界がリセットされ、これまで築き上げてきた関係もゼロに戻り、場合によっては大切な人を一生救えなくなる最悪な展開にもなりかねるんです。時には理不尽な死を、また時には愛する人、大切な人を救うために自ら死に戻りを行使し、夏木すばるはその身に与えられた能力で運命に抗っていきます。それでは次にスバルの人生について紹介していきます。まずは異世界に召喚される前の話。スバルの両親はかなりの変わり者で、父親の名前は夏木健一。健一は社交的かつ何でも完璧にこなせてしまう天才。母親の名前は夏木なほこ。これといった特徴はないものの、おっとりとしているため正直見ていて危なっかしいです。そんな二人の間に生まれたのが夏木すばる。幼い頃から何をやっても才能があり、周りにできないことがあっさりとできてしまうため、逆にできない周りが不思議だったようです。勉強もスポーツも上達スピードが人一倍速く、やっぱりあの人の子だなと近所の人たちはそうすばるを評していました。あの人というのはもちろん夏木健一のことです。幼い頃のすばるは健一の息子だなと評されることを誇りに思い、誰に対しても優しく周囲から慕われる父親の背中に憧れ、そんな父親がスバルの理想でした。健一の息子であることに誇りを持ち、文武両道な人間であり続けたスバルはまさに人気者。しかしここからスバルの人生は徐々に不穏な状態へと変化していきます。時間が経つにつれ、今まで一番にできていたことができなくなっていき、自分よりも足が速いもの、自分よりも頭がいいものが現れ、徐々に自分の居場所がなくなっていく感覚から焦燥感に苛まれてしまいます。次第にスバルは勉強やスポーツで一番になることをやめ、バカなことをして周囲を笑わせようという方針に切り替えます。夜の学校に忍び込む、街中に白線を引く、思いつく限りの行為をし続け、周りを飽きさせないようにスバルは走り続けました。勉強でいい成績を取る、かけっこで一番になる、そんなことよりもみんなを笑わせる方がよっぽど強い。しかしこれを続けていくと、次はもっとでかいことをしなくちゃいけない、周りからつまらないなんて思われたくない、健一の息子であることを誇りにスバルは奔走し続けます。ですがそんなことを続けていけばどうなるかなんて目に見えてますよね。次第についてくるものは減っていき、気づけば周囲には誰もいませんでした。そしてようやく気づいた己の凡庸さ、自分は特別な人間ではないんだという現実を叩きつけられ、そんな自分を両親に知られたくない、両親を知る人たちに知られたくないという恥じらいが芽生え、それからというもの、小中学校では目立たないように過ごし出します。
小学生の頃はそこまで嫌われてはいませんでしたが、中学では女子生徒から尋常じゃないほど嫌われており、男子生徒からもなんとなく疎遠といった感じ。スバルの学生生活は心苦しいものでした。そして高校に入学後、自分の過去を知る者は誰一人いなかったため、淡い期待を抱いてしまうスバルですが、小中まともに人間関係を築かなかった人間がうまくできるはずもなく、高校デビューは失敗してしまい、その結果スバルは空気の読めない痛いやつとして孤立し、男女ともにいないもの扱いを受け、高校生活を送っていきます。そんなある日、ふと学校に行きたくないという感情が湧き、その日はちょうど両親もいなかったため、ずる休みをしてしまいます。しかし、この時スバルはあることに気がつきます。それは、心がひどく落ち着いていたということ。この時の安堵感がひどく心地よかったことに気づいたスバルは、ずるずると休み癖がつき、3ヶ月もしないうちに不登校時になりました。話は変わりますが、なぜスバルがクラス中で嫌われていたのか。理由がないと人は誰かを嫌いになんてなりませんよね。この点についてスバルの場合は大きく3つに分けられます。まず一つ目が、運動神経が運動部よりも良かった上、自分よりも下のものを容赦なく煽り散らかすというもの。そして二つ目が、三白眼であったため目つきが死ぬほど悪く、何よりも軽薄だったため女子生徒からの受けが悪かったというもの。そして最後が、ひたすらに出しゃばりで自分勝手全開の声だけでかいやつで通っていたからというもの。以上の3つが原因でスバルは有意義な学生生活を送ることができなかったんです。そして異世界に召喚される日の夜、玄関を開けコンビニへ出かけようとした時、背中にかけられる母親の声、行ってらっしゃいという挨拶に、スバルは虫の居所が悪かったからなのか、挨拶に答えることなく扉を閉めてしまいます。そしてこれが両親との別れであり、スバルはこの後異世界に召喚されてしまうんです。ここまでがスバルが異世界に召喚される前のお話なんですが、4章の聖域編では過去と向き合うという試練でスバルは両親に別れを告げています。母親からの熱い言葉、あの時行ってきますと言えなかった後悔を払拭できた母との別れ、父親に憧れたスバルの独白、過去に対してごめんと思えるならここからは未来の話、父さんと母さんを養ってくれよ長男という言葉に、スバルはただただ泣いて謝ることしかできませんでした。それもそのはず、あくまでこれは聖域内で行われている試練であるため、現実とは一切の無縁、つまりこれはスバル自身の気持ちの問題であるため、現実世界ではスバルは行方不明のままになっているということです。実際原作者の Q&A コーナーではこのような質問がありました。スバルが異世界に召喚された夏希家は今どういう状態なのでしょうか。さすがに長男行方不明は答えています。警察の捜査も手がかりなく、健一もナホコを慰めていますが、あまり効果がありません。毎日泣くように過ごしています。アニメや原作の方だといい感じに両親との別れを描いていますが、実際はこのような事態に陥っているんです。それでは次に異世界召喚後のスバルについて話していきます。異世界に召喚され新たな人生を歩もうとしたスバルですが、自分が思っていた感じの異世界デビューではなかったため、かなりがっかりしてしまいます。そんなスバルの性格ですが、はっきり言うと友達になったら疲れるほど難ありです。じゃあこんな見てるだけでムカつくやつが主人公なのに、なんでリゼロはこれほどまで人気なのか。そもそもタイムリープものが人気だから、ヒロインが可愛いから、ストーリーや張り巡らされた伏線などが面白いから、もちろんその他にも人気な理由はたくさんあります。ちなみになんでスバルがここまでどうしようもないやつで描かれているのか疑問に思った人もいると思います。その理由というのがですね、後に死に戻りを繰り返すことで成長していくスバルを表現するために、あえて徹底的にダメなやつからスタートさせたというものがあります。つまりショーが進むにつれてスバルも成長していくので、もし4章までで途中切りしてしまった方はぜひその先を読んでください。身体能力はそこそこ高い分類に入るスバルですが、それはあくまで人間界での話。世界でのスバルは何の力も持たない小さな人間です。人間界だと平均程度だった身体能力は、異世界だとチートクラスなんて展開はありません。しかし5章でスバルは新たに身体能力を向上させる機会があるんです。これがパルクール。そもそもパルクールは人が持つ本来の身体能力を引き出し、追求するスポーツとも言われているため、もともと身体能力が高かったスバルにとってうってつけですよね。こう見えて日本にいた頃のスバルは高校時ながら腕立て腹筋
近スクワットを1日100セット行っており、握力は70キロオーバーでベンチプレスは80キロまでいける口なんです。中学の頃では剣道をやっていたこともあって、剣術の基礎程度は学んでいたりします。またパルクールと同時にサバイバル術や無知の扱いも学び活かしています。それでは次にスバルが異世界で得た能力について。まず一つ目に、異世界に召喚された特典として授かった能力、死に戻り。死んでもセーブポイントからやり直せるというまさにチート級な能力。あらかじめセーブポイントが設定され、一周目の世界で命を落とすとセーブポイントがロードされるという仕組み。その上、死に戻りに回数制限はないんです。そんな死に戻りですが、死んでもやり直せるという点だけがチート級ではなく、死んでやり直しても記憶はそのまま保持しているという点が一番チート級なんです。例えば高校受験でテストの問題を丸暗記したとします。そして死に戻りを行使し、試験を受ける前に戻っていきます。前回の記憶はもちろん残っているので、その部分を勉強しておけばテストは間違いなく100点を取れちゃいます。つまり死に戻りは最強なんです。ですがもちろんチート級ゆえに欠点はあります。まず一つ目に、他人に話せないこと。話そうとすると心臓を潰されるような感覚を味わうことになります。誰にも話せないということは、つまり目の前の苦境を乗り越えるための相談すらもできないということ。そして二つ目に、セーブポイントの更新タイミング。このセーブポイントというのは任意で設定できるものではなく、自分の意図しない場面で更新される可能性があるため、いくら死に戻りといえどポイントが更新されるということは、更新されてしまった時点でもうそれ以前のやり直しはできないということですよね。実際三章の幕開にてレムが暴食の被害に遭い、スバルが死に戻りしたところ、すでにセーブポイントが更新されており、レムを救うことができませんでした。このようにですね、死に戻りという能力はチート級な反面、それなりに欠点があるんです。その上、死ぬ間際の痛みも当然感じるわけですから、一体能力を持ったとしても自ら進んで死に戻るなんて怖くてできませんよね。ではここで死に戻りに関する謎を紹介しましょう。そもそもこの死に戻りという能力は誰がスバルに授けたのか。それはリゾロの世界で最も恐れられている最強最悪な存在、嫉妬の魔女サテナ。かつて滞在を関する6人の魔女を手にかけ、世界すらも影で埋め尽くし滅ぼしかけた最悪。そんな魔女がなぜスバルに死に戻りという特殊能力を授けたのか。4章にてスバルは嫉妬の魔女サテナと会話する展開が実はあるんですが、この時サテラはこのような言葉をスバルにかけました。一人で悩まないで、あなたを大切に思う人たちと一緒に、あなたが死ぬことを望まない人たちと、あなたが死なせたくないと望める人たちと一緒に抗って、それでも届かない時は死を恐れて死ぬことを忘れないで、あなたが死んでしまうことを、悲しむ人がいることを忘れないで、そしていつか必ず私を殺しに来てね。人の魔女サテラは自分をスバルに殺させるために死に戻りを授けたと取れるセリフですが、この答え合わせができるのはもっと先の話になります。では次にスバルが死に戻り以外で持っている能力について。スバルは現在怠惰と強欲の魔女因子を取り込んでいるため、この2つの滞在の能力を扱うことができます。まず1つ目が見えざる手、インビジブルプロビデンス。メテルギウスを倒したことで怠惰の魔女因子がスバルに移ったため使えるようになった剣能です。メテルギウスは一度に100本もの見えざる手を出していましたが、今のスバルはせいぜい1本が限界な上、範囲もそこまで広くないので、現段階だと戦闘では使い勝手手が良くありません。また死に戻り同様欠点が存在し、剣能を発動することによって内臓は異常をきたし、激しい咳込みに襲われ少量の吐血をするなど、使うたびにスバルの受ける反動は大きくなるため、この能力を発動するとすぐに極度の頭痛に襲われ意識を失ってしまいます。2つ目の能力はコルレオニス。レグルスを倒したことで魔女因子がスバルに移り得た能力。その効果は仲間の不調を自らが引き受け負担を軽減させるというもの。ですがもちろんこれにも欠点はあります。それは引き受ける不調が重すぎた場合、スバルが先にダウンしてしまうというもの。ズバ抜けた能力というわけではありませんが、使い方によっては十分役立つ能力でもあります。またそれ以外にも味方の位置を淡い光のようにぼんやりと感じ取ることも可能です。以上がスバルが持つ特殊能力についてでした。
それでは次にイフルートでのツバルについて話していきます。そもそもリプロのイフルートとは何なのか知らない人もいると思うのでざっくりと説明します。このイフルートというのはファンが創作したものではなく原作者自らが執筆して描かれたあったかもしれないリゼロの世界なんです。というのもですね、4月1日のエイプリルフル企画としてこのイフルートが誕生したんですが、まあ、現在では都庁の夢、ゼロから重ねる異世界生活、ゼロから過つ異世界生活、ゼロから溺れる異世界生活、ゼロから継ぎはぐ異世界生活、ゼロから贖う異世界生活、そして夏希レム、学園リゼロの計8つのルートがあります。都庁の夢と夏希レム、学園リゼロは一旦置いておきます。結論から言いますと、本編とは比にならないほどスバルが強いんです。実際本編のスバルは弱い順で上位5名に入るほど弱キャラなんですが、イフルートのスバルは圧倒的に強いです。じゃあ何が強いのかと言いますと、死に戻りすることに躊躇しないんです。死んでもやり直せるとはいえ、死に戻りが発動する条件は命を落とすということ。もし仮に皆さんが死に戻りを持っていたとしても、人生で死ぬ体験なんて一度きりで十分ですよね。ですが死に戻りという能力を持つ者が死を克服した場合、この能力は最強になります。重ねるルートではあらゆる選択を取り、その中で一番最適解だった道へと進むため、常に最善の策を取ろうとします。つまりこれ以外の最善策は絶対に存在しないという結論に至るまで死に戻り続けるということ。実際このルートでの死に戻り回数は億単位にまで達しています。しかしこのルートでは死に戻りを共有することができる数少ない人物の協力があるため、そこまで最悪な闇落ちという展開はないんですが、イフルートの中で一番スバルが悪に染まる作品があります。それが過つルート。リゼロのメインヒロインエミリアに執着しすぎてしまったスバルが取った行動はまさに邪悪そのもの。スバルからすると彼女のために招いた大惨事ですが、この被害は王都が豪華で燃え盛るという地獄絵図。物語は応戦真っ只中、スバルはエミリアを王様にするためあらゆる手段を取ります。最初は魔女教滞在司教を倒し、この功績をエミリアのものにするという方法でしたが、次第に王戦に参加している陣営にも手をかけ始め、中でも一番心に来たシーンがユリウスの毒殺。フルシュ陣営は白芸戦にて壊滅し、この時の生き残りであるフェリスをスバルは回収。主の記憶が消えたフェリスは廃人同然の状態でしたが、なんとかフェリスを会話できる程度まで直し、駒として使うことに。フェリスからの誘いで酒場へとやってきたユリウスは殺され、最優の騎士が死んだことでアナスタシア陣営は王戦を辞退することになります。そして物語の終盤、王都を豪華で包み、罪なき人間までも巻き込んだ極悪人。しかしそれは全てエミリアを王様にするために招いた獅子類々な惨状。世の脅威を打ち倒した功績はエミリアのもの。そして彼女の邪魔な存在なるものは全て排除する。最後には国にすら手をかけ、その主犯を彼女が殺すことで誰にもあげられないほどの功績が手に入る。つまりスバルはエミリアに殺されることこそが自分の存在意義だと言っているんです。まあこれは過つルートのほんの一部なんですが、その他のイフルートでも本編では絶対に見れないスバルが描かれています。どうあがいても救いようがない世界線の話などなど、本編のスバルは道を外しただけでこれほどまで厄介な存在になってしまうのかと驚くかもしれません。ちなみに置いておいた残りの3作品についてですが、都庁の夢というのはスバルのハーレムルートになっており、学園リゼロは文字通りリゼロに登場するキャラクターが学園生活を送るというラブコメ。最後の夏希レムについてですが、これはただただ幸せな話です。全てのイフルートには分岐点が存在しまして、重ねるはエキドナと契約した場合の話、過つは裏路地にて裏声で助けを求めなかった場合の話、夏希レムはスバルの一緒に逃げようという提案をレムが承諾していた場合の話といった感じです。ということでまとめると、イフルートのスバルは本編との比が激しく、道を外しただけですぐ闇落ちする展開が待っています。もちろん夏希レムルートのように幸せに過ごす展開もあれば、アガナウルートのように
ように復讐の果てに待つ切ない展開があったりと、もしあの時別の選択肢を選んでいたらが原作者の手で描かれていますので、本編以上に刺激的な展開が見たい方、スバルが脱弱キャラする展開が見たいという方にはおすすめできます。本編だと弱キャラポジションなのにイフルートになると強キャラになってしまうという主人公、それが夏木スバルです。ということで今回は夏木スバルについて徹底紹介しましたが、どうだったでしょうか。スバルがこんな性格になったのにも実はちゃんとした理由があったんです。物語は現在7章まで進んでいますが、機会があれば章ごとの解説やキャラクターの深掘り動画なども上げていこうと思いますので、今後ともよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。